そ700メートル先、左方向です。チャリ引きかけた。はい、おはようございます。本日はですね、11月の5日です。今日ですね、なよさんが熊本に今もう来てて、で、とりあえず今なよさんをちょっと拾いに、とりあえず2件でスカウト活動したんで、その2件分の活動費をください。ありがとうございます。目立つな。すぎますぎて目立つ。目立ちます。俺今その車乗ってんだよね。あ、そうっすよ。めっちゃ左左左左折。外から見たらだから俺と奈々さんが今乗ってるんですよ。うわ、クソはずいな。あれな、めっちゃ見られるね。それはそうっすよ。日常茶飯事ですよ。うん、だけで熊本県。そうですね、熊本県。昨日までで、昨日熊本スカウトしたの？してない。してない。ってことは佐賀と長崎だけ。ってことは2件分。ってことで2万円、振り込みが入ってると思うんで。はい、入ってる。ニヤニヤすんなよ。いやいや、ちょっと嬉しいよ。いや、単純にめっちゃ楽で金稼げるやんって思ってしまったり、パッて。だから、そうよ。だから楽して稼げんだけど。お前中材メンバーでせっかくさ1号がさあんだけさいろいろ付き合ってくれてんのに、でもまあ交通費もまだ渡してないやん。ちょっと高いですね。いや高いんじゃなくて、お前そのために稼いでんだからさ。今確かにそのための金だけど、お前が楽して稼ぐための金じゃねえからな。それは思って昨日動画が出て、1号から LINE が来まして、給食中っつうのはちょっと言い方を変えてくれって。なんで読みに怒られた。怒られたって。もう仕事が決まってて今それの空き期間みたいな感じに書いてほしい、うん、嘘やんだって。嘘ですよ。1号のこのクズっぷりも、ね、中澤のメンバーっぽいよ。ますますメンバーっぽい。クズ感出てるな。お前実家帰る？俺も一緒やし。いや、それはない。お母さんに挨拶して。いやだいやだ、それはない。なんで？それは無理です。なんでなんで。いや、それは無理です。挨拶させろよ。俺こんな無茶させてすいませんって。それが無茶ぶりです。それが無茶ぶりすぎて。なんで、もうやだよ、あんな車で。覚えたね。いやいや、なんで。いや、それはないですよ。それは本当無茶ぶりっす。挨拶させろよ。いやいや、ちょっと難しいです。平日なんよね、今日。土平日やん。土月曜やん。土月曜で探すって、まあホールで探した方が効率よくない？じゃあもうスロツル。スロツル、うん、あ、スロツル、スナッチャで熊本版って言われてるぐらい。てか、なんタバコ吸ってんの？いや、アイコスなんで。いや、だからアイコスならいいみたいな感じないって言うるやん。大丈夫です。大丈夫ですってなんで。だからその国が言ってる。国が言ってるにしてもさ、この車のルールは俺やん。最近マジで反抗してくるね。いやいや、反抗じゃないですよ。ほら、そうやって。いや、おかしいことは俺。いや、イエスって言えや。俺が言ったことは絶対やイエスって言えや。でもだってもやめろ、二言目に。イエス。あのバス、赤いやろ。イエス。よし。やってるんすか？やってるよ、多分。あれ、やってない？電球？あ、やってるやってる。主任に聞かなわからんって、ヨボヨボのおばあちゃんが一人で。すいません、あの、私ですね。はい、やっぱ上が来な分からん。え、どこに繋がったの？これ下手したら今のおばちゃんと喋った可能性がない。 ありがとうございます。馬肉コロッケを食いに来たと思えばいいよ。メンチ。え、メンチ。メンチじゃないよそれ。似たようなもんじゃ。全然違うよ。味は一緒じゃないですか。違うって。違うって。お前メンチカツ分かる？
でも味は一緒じゃん。違うって、そのままにどうかしてるんだよ、マジで。いや、味一緒っすよね。違うって、イエスって言えて。まあまあ観光ですけど大丈夫ですか。うわ、めっちゃ見られるね、めっちゃ恥ずかしいね、これ。めっちゃしよ。なんかやっぱ俺、後ろに座っていい？ダメっすよ。うわ、めっちゃ恥ずかしいやん、この車。いや、ですよ。いや、今更っすか。え、だから、めっちゃ見てやるんですよ、逆に。なになにって。何？文句あるって。プライド持ってやってるしね。はい、うん、見てんじゃないよって。なん、ね、なんでなんで、うん、こっちに出せや。もう一人やったらな。おお、すげえ。野郎に花火のビタ押ししたのを思い出した。おお、はい、まあね、今サンマルクで作業してた。作業してた。誰も来ないと思ってたら一人来ていただきました。え、中ザイルに入りたいという気持ちもあって来ていただいた。もちろん。いや、単純にその気持ちとして来てくれたっていう気持ちでは全然僕 OK なんですけど。似てないです。あんまり似てない。いじめっ子といじめられっ子の関係で大丈夫です。どういう経緯で？もうずっとツイッターチェックさせていただいて、これもうそれの動画もチェックさせていただいて、はい、これはチャンスだろうかなと。店に来てほしかったなって。いや、もうそれはちょっとあの動画のすぐ金髪にしちゃったんですよね。ちょっとやっちゃったなと思って。せめて黒髪メガネにするだけでは、ちょっとってなる。なんで俺にいきなり振るの？俺は似てる似てないっていうのがないでしょ。まあまあまあ、歌って踊れてスロットできて似てるっていう条件なんですか？僕一応バンドやってるんで、歌うことも大好きなんで。バンドはしないから大丈夫。まあでもそういう面でね、音楽性はあると。今から似せていくっていうのは、あ、そうですね。まあ、一応候補として考えさせてもらって、見せようって聞いたら、見せていただいて、写真を送っていただいて、判断してもらって、スケジュール的には全然、ちゃんと全然やってるんですけど。今、何を？今はニートです。気持ちは、もう、受け取れましたので、ね。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、似てねえな。いやでもだから昨日も俺何回も言ってるんですけど、まず似せてこようよっていう。まずね、まずね。どんな顔が良くたって俺似てなくたって、せめて黒髪メガネにするだけでも僕はなるね、まあなるね。ただそれするだけで、うん、まあまあほら近くにおるけん急いで来ようって思ったのはあると思うよ。なんで一回俺に委ねようとしたん？その話よ。あの人中ザイル行けそうやな。誰？左の人。ちょっと似とったね。あ、リサイクルショップ、これ硬い、これ硬い、これ硬い、これやん、これお探しだの。おぉ、めっちゃ香ばしいのがある。ほら、いやゴミ屋敷、いやこれよ、求めてる。ゴミ屋敷じゃないですか。東南アジアかな。東南アジア来たみたいな。すごっ。いや、ちょ、ひどい。ちょっとなんか飲みたいなね。なんか飲みたい。きっつ。店員さん3人ぐらいに囲まれた時にはちょっとね、俺やばいかと思ったわ。違うソケットがコンセントになるやつ、これであのカメラの充電も安心と、いろいろね、はい、お世話していただきまして、どれがいいとかね。八代のケーズ電気ですね、うん、皆さん来てくださいね。こうやってこう車が充実していくのいいっすね。そうやろ、楽しいやろ。楽しいですね、カスタムしてる感じ。これを、あ、ここに
え、そうやね、こういうんすか、うん、そしたら、充電が、あれ、スイッチは不良品、でもパワーってんの、あ、なんか、あ、じゃあ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 、お前今不良品っつったろ、つかんかったから、お前今不良品っつったやろ、ありがとうございます、すいません、お前、いやすごい、はい、なよさんを降ろしたところからですね、20キロほど、熊本市の方に戻ってきまして、ちょっとね、いろんな店舗で撮影交渉をしてみたんですけど、どこもダメで、ベルエアマックス、ガソリンがね、3200円のつ入れましたんで、あと1万ちょいしかないんですよね、1万5000円かしかないんですよ。で、泊まるってなるとやっぱこう5000円ぐらいやっぱホテル最低でもかかってくるんで、だからプラス5000円を目標にちょっとどうにか勝てんかなと思って、まあ、打ちたい欲もすごいあるし、じゃあ実践の模様はどうぞ。入店し店内状況を見回る。バジリスク絆がなんか良さそう。打ってみる。すると総投資4000円で BTA、いつも通り単発、そのままずるずると打ち続け、気づけば投資は11000円。どうしても取り返したくなった僕はジャグラーコーナーへ。ものの15分ほどで3000円が解ける。何をしてしまったんだろうという気持ちに苛まれながら店を後にする。なんやろ、火事打ちたくなるあの感じ、行ってしまうんやろ。そしてなんでギリギリまで俺はこれを使ってしまうやろ。打たんってよかったかもしれん、今日打ちたかったんや。え、すげえ、車中泊まとめ引きとかあるんや。すげえ、止めてくれるっていう人いたんすよ。カップルですよね、方と今合流しまして、止めていただけるということで、なんかめっちゃいい、めっちゃいい家に来ちゃいました。や、家賃高そう。いただきます、すいません。いただきます。はいはい、というわけでですね、ご好意に甘えてですね、こんなクソなやつを止めていただいて本当にありがとうございます。で、明日は、朝から熊本の123っていう店があるんですけど、そこで撮影許可が取れたので、そこに朝から迎えようと。明日ゴスローもあるんで、ゴスロー打ちます。硬くね、勝たないかんから。では、皆様おやすみなさい。